今日はレピフェスに参加をしてくれる夏みかんちゃんとトークライブだぜ、イエーイ イエーイ こんばんは ありがとうございます。今回出演してくださって。ありがとうございます。私、夏みかんさんは初めて拝見したのが三角広場。思い出しました。一緒に行った仲間から、あれ、夏みかんさんだよって言われて、そうだってと。ですね、あの時に私もフルートかなんかの伴奏をされてるのがあさぴさんかなって気になりつつ、ちょっと恥ずかしい勇気がなくて。あーってなりながら そう、この間ね、私神戸でワンマンライブをした時に、ちょっと前に夏みかんさんやってらっしゃって、やってました。神戸 BO ホールですね。で、その時お名前が夏みかんさんじゃなくて、そう、中村夏実っていう本名の時と夏みかんの時があるんで、ちょっとややこしいですけど。その活動名を変えてるのって何かありますか？なんか、そうですね。YouTube のチャンネル私2つ持ってるんですけども、オリジナル曲ばっかり上げてる方の、チャンネルが中村夏実チャンネルって言って、で、あともう一つのストピとか、あと普段配信とかカバー曲を割と中心に上げてるチャンネルの方が、夏みかんっていう名前で動画を分けてまして。なるほど、そういう分け方。私もそっか。私も YouTube 活動は朝 P でやってるけど、結局カッコで朝香智子って書いてるから そうですよね。私は本当は夏みかんさんとはね、数回お話しさせていただいてる中で、実はめっちゃ近いところでつながってたのが 私の大学の後輩と夏みかんさんが実は師弟関係にあったっていう 世の中狭いなぁと思って。そうですよね。もうびっくりしました。夏みかんさんはもう小さい頃から音楽をやる人になりたいって思ってらっしゃったんですか？そうですね。私、ヤマハにずっとちっちゃい頃から通ってたんですけども、ピアノとか作曲とかがもう一番楽しくて好きで、ずっとやっていきたいなっていうふうに思ってました。なんと私もヤマハでしたよ。もうまた、これまた偶然。そうなんですよ。ヤマハの幼児科から行って、ジュニア科にちょっと行って、ジュニア専門科に行って、だから JOC とかも出てました。私も出てました、それ。もう人生上がりで。ね、意外とやっぱ J 線上がり多いのかもな。作曲をされる時って方法ってどんな感じですか？そうですね。私も結構こう、なんだろう、ビジュアルからこう音楽が浮かぶタイプだったりするので、こう綺麗な景色を見たりとか、こう館に行ってなんかすごい美意識が高まってる時とか、そういう時に結構曲が浮かびやすいなって思います。なんかそれ分かる、作られた曲を今 YouTube に上げてらっしゃるじゃないですか。私何曲かちょっと見させていただいたんですけど、なんか絵が見えるなと思って、多分なんか何かをイメージしながら作ってらっしゃるんだろうなっていうのを本当ですか。伝わってきました。嬉しいです。割と私ってなんかこう、この曲何色っぽいとかあったりするんですけど、そんなのとかあります？めっちゃあります。曲テーマカラーみたいなのが全部決まってて、なんか、キーごとに決まってたりしません？自分の中でこれ何色みたいな。あります。G のキーって何色っぽいですか？私は空色っぽい感じのイメージ同じ。めっちゃ水色よりは少し青色の濃い方に寄ったぐらいかな。そうですね。私もそんな感じです。すっかりした、青空色みたいな。スパーン
みたいな感じの、はい、そうだからなんかすごい気持ちのいい青空の曲を書こうってなるとキーが字になること多いです私。わかります。なんかちょっと爽やかな曲書きたい時とかっていうね。そう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 色味のなんか印象が近そう。そうですね、色、はい、でキーを私はすごい決めてたところがあるので、なんかこの話が通じるのすごく嬉しい、うん、本当ですね、うん、キーとかでもう色が色のイメージがあるのがもう普通だと思ってたら、あ、みんななんかないんだと思って。そうそうそう、同じ作曲の人でも分かってくれなかったりとかがやっぱあったので、あ、ここにいらっしゃったもうなんかすごいやっと出会えたって感じ本当になんか夏みかんさんから私に聞きたい聞いてみたいこととかってありますか？そうですね、私あのあさぴさんのオリジナル曲のあのコスタって曲すごい好きなんですけども、あの曲を作った時のエピソードとかイメージとかのものがすごい聞きたいですね。あの曲はなんか本当ラテン調の曲書いてみたいなと思って行った時で、はい、ブラジルピアニストの今井亮太郎さんって方がいらっしゃって、ベースのあのノリとかがすごいかっこいいなって思って、私もああいう曲いっぺんなんか身を見まねで書いてみたいなって思ったのが一番最初の衝動で、コスタってあのスペイン語で海岸っていう意味なんですけど、まあ湘南のエリアのこの海岸のね、夏の情熱的な恋の駆け引きみたいな、そう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 、なんかそんなイメージで書いてましたね。コスタ好きって言ってもらえるのすごく嬉しいです。あー本当ですか、よかったです。あー、なんか PV とかもめちゃめちゃかっこよくて憧れますね。あー、ありがとうございます。どうしよう、なんか曲リレーとかしてみますいいですね。次でコード進行揃えて、はい、なんかやってみましょうか。あ、いいですね。はい、ね、せっかくお互いコンポーザーピアニストなのでいきなりそんな即興ができるのかみたいなキー何がいいですか？じゃあさっき空っぽいって言ってた、G で OK です。ありがとうございます。じゃあちょっと弾いてみます。はい。違った。うん、
じゃあ終わります。カノンコード無適切。でもあのキラキラしてた。いい感じ。いやでもなんか作曲リレーみたいなのもね、なんかゆくゆくはしてみたいですね、はい、なんか本当ですね、なんか、まあ、今これあのカノンコードで区切ってやったけど、なんかいろいろこうもっとお互いで条件出し合いながらとか面白そう。あーやりたいですね。ねえ、ちょっと今回は編集動画になっちゃったからこれができないけど、ちょっと新しいマシン来たらちょっと試みましょう。ぜひぜひ。いやー本当にレピフェスがねもう20日に迫っている感じですけれども、めっちゃ楽しみにしてます。私もあの拝見させていただきますので。いやもうこちらこそあの楽しみに。はい、うん、はい、いやー今日は本当ありがとうございます。いっぱいお話を聞かせていただきましてありがとうございます。楽しかったです。12月20日のレピフェス当日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ夏みかんさん、またまた。はい。